後片付けと後始末、まあ似たような言葉ですけど内容は全く違うんですね。後片付けと後始末は基本的には全く違います。例えば部屋に散らかったものを片付けるというのは、これは後片付けです。例えば反対にですね、使った食器をシンクへ持っていき、そこで食器を洗いナプキンで拭くというのは、これは後始末なんですね。で、日本人は後片付けには大変うるさい、まあまあだからまあ小綺麗な民族だって言われておりますけども、とにかく後片付けには大変うるさい民族なんですね。ですから子供の育児相談なんかでも、うちの子は後片付けしないっていうのは必ず出てきますね。子供のしつけでどんなことを困ってますかって聞くと、まあほとんどどんな場でも出てくるのはこの後片付けの方なんですね。ところが後始末にはこれ日本人って非常に甘い民族なんです。いわゆる責任を取らないんです。これはまあ日本人の国民性のようなもんですね。で、結局日本人っていう言い方すると怒られるかもしれませんけども、まあ日本人って言い方するとね、まあ中に私は違うという人いらっしゃって必ずまた反論も受けますけど、まあ概して言えばですよ、日本人は何かにつけて責任の所在をね、はっきりさせるということについて、非常に曖昧な民族なんですね。まあ物事はなあなあで済ませると。で、和して同然と言いますかね、結局カードのある人間は、まあ、嫌われと言いますか、出る国は叩かれと言いますか、いろんな言い方ありますけれども、ともかくもこの責任の所在をあんまりはっきりしないで、まあまあいいじゃないかと、というような形でこのなあなあで済ますというのは非常にうまい民族なんですね。またそういうやり方によって、その、まあ互いの人間関係をですね、まあこうはっきりとこう色分けしたもんじゃなくて、こうフェードイン、フェードアウトしたような状態でこの人間関係を作っていくというのが、まあ日本人の人間関係の基本になっているわけです。ですからあんまり責任ということではない。責任ということは言わないもんですから、あと始末ということは言わないんですね。で、ところがオーストラリア人なんか見ててもですね、アメリカ人もそうですけど、後片付けということに対してはほとんど言わないですね。例えば特にその子供の部屋、あるいはその子供を、まあ部屋、まあありますね。子供部屋、まあ親自身が自分の砦の中じゃ後片付けしないもんですから、それはあるわけですけど、子供部屋なんかもどんなに散らかってても、もう一切無視というか、もうどうでもいいって感じですね、あれは。まあ子供には子供の世界があるんだと。で、子供がどんな部屋にしようが、それは子供の勝手だという考え方ですね。でもそれが対して、この、子供をですね、その、自分の支配下においてどうこうしようって考えるんじゃなくて、対等の人間として認めようとするんじゃないでしょうか。しかし後始末にはうるさいですよ。例えば冷蔵庫から出したものをですね、テーブルの上にそのまま置いておこうもんなら、これは叱られますよ。あるいは私向こうで生活している時に、まあ本当にあれと思ったのは、その家のね、旦那さんでもね、まあ日本的に言えばご主人でもですね、例えばその、まあジュースなんか作って飲みますね。ギュギュッと絞ってジュース作るでしょ。レモンジュースなんか作って飲むでしょ。で、そういう時に飲んだ後ね、必ずね、それを洗うんですね、コップを。そしてそのコップを洗って拭いて、まあ、立てておくっていうことまでやるんですね。これは子供もやるんですね。ちょっとこう、ずれたような子供ってのはちょっと失礼ですけども、このなんて言いますか、もう髪の毛染めてね、キンキラキンのこの髪の毛にしたような子供でもですね、ジュースを飲んだ後、なんて言いますか、自分でコップを洗って、あるいはその日本でいうミキサーですね、ああいうのを使った後でもですね、ちゃんとミキサーを洗って、そしてその元通りにしていくっていうのは、これはやりますね。これは後始末の方です。で、ある時ですね、私のまあ当時、その時もうすでに10年近くっていうか付き合ったアメリカ人がいるんですけど、彼は51歳で日本へ来て、61歳でまたアメリカ帰って行ったわけで、そのアメリカ人で、まあ、がですね、ある日ね、私にこう言ったですね。浜松に住んでたんですけど、英語を教えてたんですけどね、彼は私にこう言ったですよ。ヒロシ、日本人の子供は 100% スポイルされてるよって言うんですね。スポイルっていうのはですね、まあ日本的に言えばドラ息子になってるってことなんです。いわゆるその指導、いわゆるスポイルされてるって言うんですね。まあ、英語ではドラ息子という言葉はありませんので、いわゆるスポイルっていうのは、いわゆるその、ダメになった子供っていう意味ですね。いわゆる家庭の指導がまずくてですね、そしてその家庭教育に失敗した子供っていうのをスポイルというわけです。で、スポイルされてるよっていうから、私がね、どうしてそういうことを言うんだろうっていうね、聞いてみたらですね、その、まあ、男がですね、こういったですね、まあ、彼は浜松市内で英語を教えてたんですけど、その生徒をですね、時々自分のうちにこのホームステイさせるんですね。で、その時にですね、
こういう子供の症状を見てるとこうなんですね。食事の前に料理は全く手伝わないというんです。で、その友人がですね、夕食を作ろうとして、こうね、キッチンでこう努力してるでしょ、もう全然手伝わないというんで、遊びまくってるって言うんですね、部屋の中で。それからその食後もね、食器を洗わないというんです。食事済ませたでしょ、で食器食べたまんまなんですよ。そしてそれをそのシンクへ持ってくることもしないと。まあ、もちろん洗うやしない、全然手伝わないって言うんです。で、シャワーをね、夜寝る前に浴びさせるんだそうです。で、シャワーを浴びてもですね、もう壁に泡がいっぱいついてても、そのタオルが下にベタンと落ちてても平気で出てくるって言うんです。そしてですね、さらに朝起きてもですね、その朝起きたら、まあ向こうではベッドメイキングって言って、すぐベッドを作り直すっていう習慣の、そういう家庭が多いわけですけども、そのベッドメイキング、いわゆるそのベッドは散らかしっぱなしで出てくるってわけです。何にもしないよってわけですね。で、その話を聞いたときに、ああ、日本人の子供ならしないだろうなって私すぐ思いましたですね。しないでしょうね。それはそういう国民性というかね、そういう習慣なんですね。特に男の子、まあ、旦那でもそうですね。今、統計的に言えれば、全世代を通してですね、約60%弱の男はですね、家事を一切手伝わないっていうのが、これは、常識でして、何か手紙が来たみたいですね。まあ見といて、これ。何だろうとわからん。みんなやって、これ手紙が、なんか今日はたまたま父の日でして、父の日、今日は21日か。まあ、こういうものは息子からもらうの嬉しいもんですね。今日は 6月21日、父の日でありまして、余計なことですけど、なんだこれ、ラフィーネ。これはまだこんなもん必要ねえぞ。なんか知りませんけどね、ここのラフィーネのコマーシャルですけど、なんか知りませんけども、ラフィーネの無料、なんだこりゃ、招待券ですな。全国にそういう店があって、そこ行くとボディケアをしてくれる。フェイスセラピーいらんよ。ハンドリラクソロジー、ロロジー、ハンドリフレクソロジー、何ですかこれ、リフレクソロジー。膝の下から足裏ケアまで中心に短い時間でもやれるだ。まあ、この券を持っていくと、なんかそういうものをしてもらえるんだそうです。まあ、残念ながら私はこういうマッサージとかあんまってのは、まず無縁の世界で生きてる人間でして、はい、まあ、気持ちは嬉しいんですけども、まあ、ともかく何もしないよっていうんですね。で、この逆にですね、こういうこともあるんですよ。あんまりね、後片付けを、ね、うるさく言いすぎますとね、これは良くないんです。で、子供にとってはね、非常にいわゆる住みにくい世界になるんですね。アメリカの作家のソローもですね、こう言ってますね。ビロードのクッションに上に座るよりも、カボチャの頭に座る方が休まるって言うんですね。ビロードのね、いわゆるクッションの上に座ってるよりもね、カボチャの頭の上に座ってた方がですね、気が休まるって言うんです。ですから子供の側からしてもそうなんですね。きちんとした、もう高級家具の並んでる部屋に、こう、ちり一つない部屋にいても居心地がどうも悪いですね。それよりも、まあ、野原のね、石の上に座ってた方が気が楽になると。まあ、そういうことですね。ですから、あんまり後始末をですね、ガミ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 言いすぎますと、子供自身が家の中にこう居場所がなくなってしまいますから、まあ、その辺は適当ですね。特に子供部屋については、私はやっぱり欧米の子育て法の方が正しいような気がしますね。まあ、子供にそういう、ね、世界があるなら、まあ、ほっといてあげるということですね。まあ、今日は2009年6月21日、父の日でしたね。まあ、はい。